張路線バス乗客触れ合い一人旅、会津喜多方ブス島温泉、2019年4月27日、土、放送。中山秀幸の秘境路線バス乗客全員触れ合い旅がさらに過酷に、今回は完全一人旅の上、新ルールが、1日1本。3時間待ちは当たり前。すると大変だが意外な楽しい旅に。人気企画、中山秀幸の秘境路線バス乗客全員触れ合い旅がルールを改定してさらにハードに、秘境の地の路線バス、実り、グルメ、観光等の情報を乗客から聞き出してゴールを目指す新ルールは、乗客に、どこで降りますか？と聞いてしまったら、そこで降りたくなくても降りなくてはいけない。下車したバス停で、その乗客のおすすめする場所に行かないといけません。今回は、新ルールでバイキング、西村瑞希とずん、飯岡月が日帰りで挑戦。旅先は、福島、郡山会津喜多方、と、群馬、高崎石間温泉。バスの中で誰に聞けば有力情報を教えてくれるのか。乗客を見極める目利きが必要なこの旅、すると意外にも観光情報には出てこないディープスポットにたどり着けた。そして来週は、このハードなルールでいよいよ中山秀幸が旅に出る。出演、中山秀幸、西村瑞希、バイキング、飯岡月、ずん。